人生で最も憂鬱な朝。俺は生涯最高の出会いを果たした。野口八重に出会えたあの日のことです。俺は恋に落ちた。あっけなく。彼女は眠ってた。夢中で読んでた本が今にも閉じそうになってる。何かしおりになるものはないか。最悪の気分で試験会場に行くと、なんとそこにあの子がいた。一番後ろの人はエントリーシートを回収するように。野口八重。思うに、全ての出会いと別れは運命に導かれてる気がします。どんな出来事も人生にとってはかけがえのないピース。ありがとう。並木くんだよね。けどあいつサッカー部のキャプテンと付き合ってるらしいよ。俺生徒会のやつって聞いたんだけど。けど男できたんだべ。飲み聞く。何泊になさいますか。一泊で今日見るべ。好きな食い物知りてえってのは君のことが好きですって意味だろ。好きな食べ物なんですか。俺またね。それって告白だべよ。止めて止めて下ろす。俺野口が好き。初めて会った時からずっと。もしもし野口、とりあえず11時に公園通りの入り口で待ってる。おやすみなさい。おやすみなさい。並木くんのことが大好きです。結構ご準備の上お待ちください。いや、やる。おい、I'm crying, Jack. Mr. Namiki? Harumichi. Mr. あいつのために当たり前にいい男でいる。愛する人には自分が持てる一番綺麗なものをあげたい。これだけは知っといて。俺はどこにも行かない。ずっと味方だから。10年後の今日、うん、2011年にこの場所で。春道もそろそろだね。おめでとう、採用です。短いけど次の休暇でそっち行けると思う。嬉しい、やっと会えるんだ。8ヶ月ぶり？会いたかった。俺だって。もしや彼氏さんですか？まだ航空学生です。ぶっちゃけ。
日本に軍隊って必要なんですかね。信じられない、入れないよ。つか何、留学って知ってるからこそ、そんな大事なことなんであんな奴の口から聞かなきゃなんねんべ。死が楽しみにしてたのに来なきゃよかった。さっきはごめん、俺カッとなって、ややにマジひどいこと。どちら様ですか。次回に、事故のショックから過去の出来事を思い出しにくい状態になっています。しばらくそっとしておいてほしい。あれからもうすぐ2年が経ちます。持って帰って。お腹に赤ちゃんがいるの。八重ちゃんのこと思うんだったら、もうどっか忘れてください。してないっすよね。無数に飛び交うタクシー無線の中から一瞬見かけただけの他人の空似かもしれない初恋の相手。通報のかかるとお伝えください。はい、お願いします。コッシー、コッシー起きて起きて。ごめんなさい、ごめんなさい。こちらにいらっしゃる女性ドライバーさんのことで伺ったんですが。非番だね。休み。スズルの母です。一緒に住んでないから。小さい時両親離婚して、それが運命か知りたかったら飛び込んでみるしかないよ。好きな食べ物とナポリタン。ナポリタンですかね。今夜火星が大接近するんですって。なんか15年ぶりらしいんですよ。ハルミチ、一緒に住んでる彼女のつなみです。野口八重と申します。並木さんは私を守ってくれました。命がけで。大丈夫ですか、怪我は。よかった。並木さん、だから私も自分の仕事でお返ししたいんです。あれ、ひょっとして磁石と懐中電灯をアップします。ありがとうございました。ほんとたまに虫の知らせじゃないけど感じるんです。そこの底の方で何かとてつもなく大事なものをなくしてるんじゃないかって。今まですいませんでした。ずっと忘れられない人がいる。ナミキさん、やっぱ今日行けなくなりました。あなたが好きです。年明けに日本を離れることにしました。改めて海外のエアライン挑戦します。君が元気でいてくれてよかった。
you tell me how to get to Sabik? あなたが私の初恋です。タバコの味。フレーバーと言いなさい。タバコの味。フレーバーって言いなさい。 We can board our flight. 運命なんで。誰が何と言おうが反論は受け付けません。